日田五国神社は、岐阜県高山市にある神社である、西南戦争から大東亜戦争までの日田出身の戦没者を祀る。戦前は、後の神社本庁設立母体となる三団体の地方組織である、日田新職会、高天高級文書日田支所、神宮法裁会高山支部が併設されていた。年月日、宮山城三丸跡地に、 神宮教中教院及び神道事務分局が創設され、伊勢神宮から天寺公大臣の分礼を勘定して鎮座祭が取り行われ、中教院大臣宮と称した。また、ソレーデンを併設して、日騨国神道関係者、消防、警察、市長等の公務員殉職者、地域功労者の心霊を採取した。1899年9月24日。 神宮教の解散に伴い神宮法裁会、高山支部が設置され、中教院境内を、忠敬た園と称するようになった。1909年6月16日、中教院行動を譲り受け、安国神社から、日清、日露戦争戦没者の分霊を放祭し、ソレーデンの再始新霊と合祀して渡し、祭り、日田将婚社が設立された。設立者は、 長田吉右衛門ほか247名、数計者個数は2万80個。霊祭は毎年4月27日とされた。1939年4月1日に施行された、召魂者を五国神社と解消するの原により、飛騨五国神社と解消。同年11月に本殿が増築されて仙座祭が取り行われ、霊祭は毎年5月3日。 11月5日の春十二回となった。第二次世界大戦後の1946年10月30日に飛騨神社と解消したが、主権回復後に元の名に服した。1959年10月、飛騨五国神社法参会が設立。1966年12月22日に、社団法人飛騨五国神社法参会が設立され、2012年には、 一般社団法人に移行した。1980年4月20日に、社務所及び遺品館が竣工し、現在に至る、飛騨五国神社は、全国五国神社会に加盟する、主要五国神社52社のうち、唯一内務大臣の指定を受けていない、指定外五国神社である。なお、鉱山に、ゆかりのある軍神、広瀬武雄海軍中佐は、ソレインに祀られている。 1906年9月27日、城山公園の中佐平に、広瀬中佐の銅像が立って、除幕式が行われた。第二次世界大戦中の金属類回収令により、1943年に教室、1967年に特別寄進者の協賛により復元されている。普通、五国神社は、軍人が、軍家のまま参拝できるように石畳の作りに、 なっているところが多いが、日田五国神社は、中京院行動を使用しているため、畳敷きの拝殿となっている。拝殿東側に、日田大宮宮、ソレー殿、黄金神社の三社が鎮座する、忠だたか縁号殿、桑わ笠神社、日田匠神社が併設されている。他に、戦没者の遺品を展示する、遺品館がある。同一敷地にあるが、別法人のため、境内者ではない。 飛田大神宮主し人、あまてらすこ大神、とゆけおうみは、増加、三上、み、の田じからおの神、家具土の新ん1879年4月21日、中京院大神宮として創始。1931年、社殿を新築落成して、飛田忠高た大神宮と改九1946年2月9日、神社本庁に所属し、飛田大うみ宮と改称。 黄金神社主催神金山彦神、金山姫神慶長年間の創始、1641年に、金森氏の後進、宮島平左衛門を、1646年に、モズ宗ムネサダワに合し、1879年に尊社に指定され、翌1880年に現在地へ移転、桑塚佐神社1956年12月1日に、現在地に創建。 この味噌神、田島守る命を祀る中島神社の文社、日田匠神社交渉日田匠を祀る、日田国分寺境内にあった、木、鶴堂が1879年、高山大工組合により中京院に移されて、日田匠神社となった、ビ人神として、大宮宮に祀られるが、1961年11月15日に、現社殿が春工し千座、ありがとうございます。